たこ焼きの肌はねしてるんだ。巨大なたこ焼きが食べれますように。みんなごきげんよう。ごきげんよう。立石学園委員長のひろくんととしくんです。じゃじゃーん。おお、たこ焼きだ。なんでわかったの？いや、それわかるでしょ。もうタコでしょ、ネギでしょ、ソースでしょ、鰹節。鰹節。それ言ったらもうたこ焼きしかないでしょ。いいね、やろうよ。いいでしょ。だけど、としくんとひろくんだよ。普通のたこ焼きをね、作るわけがない。わかった。そうだ。何？巨大シリーズだ。そう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 。え、でもたこ焼きってさ、型があるじゃない？あるよ。ちっちゃいの。まあこれぐらいのもあるし。無理じゃない？そう、こねるの？こねてもできないでしょ、巨大のたこ焼きなんて。だからこちら。お、炊飯器です。これで作るの？そう、炊飯器で作れるってネットで書いてあったんです。ネットで書いてあったの？そうそうそう。クックパッド載ってた。でもこれでできたらさ、結構大きいの作れるよ。見てくださいよ、こんなにね、これぐらいのたこ焼きを今日は作っていきたい。いやー、作りたい。これは作りたいでしょ。今日はね、としくんと一緒に巨大たこ焼きをこの炊飯器で作っていきたいと思います。まずね、材料を紹介したいと思います。たこ焼き粉、青のり、これはソースね。はい、かつお節です。卵、たこです。ネギ、油です。水、この中には 300cc 入ってます。 300cc。 まずはネギ切っていきましょう。はい、はい、まあ半分ぐらい使います。だからまず半分切るよ。あえ、包丁がとしくんのせい。じゃあね、ネギが切れました。こんな感じでね、切れましたので、はい、今度はね、種を作っていきます。たこ焼きの粉をまず半分ぐらい入れてください。半分ぐらいだね。これ今 200g 入ってるので、半分だと 100g ね。じゃあ入れていきます。入れてください。粉、豆乳、これぐらいね、ボウルの中に入ってますから。はい、次は卵1個。まずじゃん、エクセレント。これでね、 CM が来たらいいよね。次は水を入れていきます。はい、混ぜていきます。これ入れてる間にね、としくんが入れてる間に混ぜていきますね。水入れました。はい、ではね、これぐらいでね、混ざったと思うので、はい、では次は具を入れていきます。はい、ネギ入れていきます。かっこよく入れてほしかったな、もっと。じゃあ次、タコ入れるときはかっこよく入れてね。わかったはい、ではね、としくんがかっこよくタコを入れていきます。お、タコみたいな顔になってきた入れるよあれ、何この空気。できました。生地がね、これできたので、この生地を炊飯器に入れていきましょう。まずはこのね、お釜、中にあるやつを取り出して、中の表面に油を塗っていきます。全体的にね、まんべんなく。それではね、油の濡れたお釜の中にこの生地をね、入れていきます。はい、はい、もうね、これただ入れるだけだからね。このサイズ楽しみだね、出来上がり。これでさ、材料全部入ったけどさ、この後なんか特別なことするの？しません。ただボタンを押すだけ。ピッて巨大なたこ焼きが食べれますように。はい、焼き上がりました、オープン。あー、たこ焼きなのかな。まあたこ焼きのさ、醍醐味は丸くないとね。そうだね、そうだね、じゃあね、出していこう。いくよ。まあ安全のためね、ひろくんは軍手します。ひっくり返しますよ。はい、いきます。おおお、重みがきたってことは取れてるよ。いきますよ。いいよ。うわー、たこ焼きの肌はね、してるんだ。たこ焼きの肌してるよね。断面はおこんな感じになってますね。しっかりね、詰まった感っていうか、なんか。はい、じゃあね、鰹節と青のりかけていこう。息がいいよ、鰹節の。踊ってるね。踊ってるね。こういう感じかな。うわ、もうなんかたこ焼きに見えてきた。完成しました。美味しそう。美味しそう。お腹空いちゃってさ、食べたいね、早くね。あ、うまそうだね。いいね。2個あります。美味しそう。はい、ゆうくんはこれね食べるからね、せっかくだからね大きくいきましょう。それではいただきますもうすっごいでかい、いっぱいタコ取れたようにしたから、たこ焼き、たこ焼きのね、たこ焼きだ、すげえ、本当にできてるねえ、美味しいね、美味しいね、頑張って作った回あったね。美味しかったね。美味しかったじゃないよね。美味しかったな。何を言ってんだ。おかしなこと言うよね。ひろくんさ、お菓子食べててさ、まあそういうことでごちそうさまです。美味しかった、楽しかった今日。ありがとう。じゃあね。え、なにあ、ありがとう。また来るから。じゃあね。はい、今日はね、としくんと一緒に炊飯器で巨大たこ焼きを作ってみました。もうね、時間はかかったけど、すごく簡単なので、ぜひみんなもチャレンジしてみてください。それでは、バイバーイ。立石学園チャンネル登録よろしくね。